クリストファー・ジェームズ・ベンソンは、アメリカ合衆国ウィスコンシン州、ダグラス軍スペリオル出身の元プロ野球選手、ウトをミギウチ。元妻は、モデルのアンナ・ベンソン。クレムゾン大学時代の1996年に、チームメイトのビリー・コッチと共にアトランタオリンピックに、野球アメリカ合衆国代表として出場。ベンソンは同年、ロータリー・スミス賞を受賞し、 6月の MLB ドラフト一巡目でピッツバーグパイレーツから指名を受け、プロ入り。契約金は当時の最高額となる200万ドル。大学での投手としてはロジャー・グレメンス以来の逸材と言われ、1999年のスプリングトレーニングで防御率0.75を記録。開幕3試合目の4月8日にパッドミアーズの故障に伴いメジャーに昇格。 翌9日にメジャーデビューを果たし、メジャー初勝利。31試合に登板し、11勝14敗、防御率4.07、139奪三振を記録し、新人王の投票では4位にランクインした。2003年は開幕投手を務めたものの、故障した方の手術のために7月でシーズン終了となった。2004年7月30日に、 タイウィギントン及びホセバティスタ、マット・パターソンとのトレードで、ジェフ・ケッピンジャーと共に、ニューヨーク・メッツへ移籍。同年11月1日に、FA となり、同年11月30日にメッツと再契約。2006年1月21日に、ホルヘフリオ、ジョン・メインとのトレードで、ボルチモア・オリオールズへ移籍。2007年、肩の手術を受けたため、シーズン絶望となった。 同年11月1日に来期の契約オプションを破棄され FA となる。2008年2月13日にマイナー契約でフィラデルフィアフィリーズへ移籍したがメジャーに昇格することなく8月30日に自由契約となった。2009年2月21日にテキサスレンジャーズとマイナー契約。開幕をメジャーで迎えたが4月22日から故障者リスト入り。 5月6日に復帰を果たしたが、それ以降はリリーフとして起用された。8試合の登板で防御率8.46の成績で、6月9日にトリプル A 級のオクラホマシティレットホークスへ降格した。2010年3月17日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。開幕を参加のトリプル A 級りの A シズで迎えたが、4月17日に メジャー昇格を果たした。2011年1月10日、現役引退を表明。ありがとうございます。